せーの、マリンパッパです。はい、今日はリコのバースデーサプライズをしていきたいと思います。イエイ。で、レンタルスペースを借りてこんな感じでね、飾り付けをして、まあ、13歳になるっていうことで、はい、13個のプレゼントを用意しました。これ絶対めっちゃ喜ぶと思うね、うん、やばい、された嬉しいもん。じゃあちょっと来年の私誕生日と27歳になんねんけど募集してます、やってくれるから。いやほらほら、27個のプレゼントはもう無理があるからこの中で募集すな。よろしくお願いします。で、まあ、今回スペースマーケットでこの部屋を借りたんですけど、はい、とりあえず安すぎた。やし、めっちゃ綺麗。いや、フル結構な、こんな言っちゃあれかもしれんけど、プレゼントとかこういうのに飾り付けで、うん、まあまあのお金を使って、そう、ほんま結構やんの、うん、で13歳に使う金額じゃないってぐらい、うん、お金をかけたんですよね、はい、日頃の感謝もこれ、まあ、これでね、そう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 、はい、この部屋も5時間ぐらい借りたんやけど、もう安すぎてもう助かりましたみたいな。助かった。だからレンタルスペースまなめら結構いろんなところで借りてきたし、うん、よう借りるやんか。よく借れる。まあまあいい値段するやん。そうね、だからお前は安さにびっくりした。ありがとうございます。これからはこのスペースマーケットに、はい、お世話になっていこう。はい、なんでいきましょう。はい、まあそんな感じで猫を迎え行って。サプライズやっていきたいと思います。今リコ迎えに行ってて前で待ってもらってるんですけど、まあ、準備が整ったんで入ってきてもらおうかなと思います。次に、はい、リコちゃん入ってきて。
かこれは。スタバ。スタバ？よ？スタバめっちゃ好きやろ。めっちゃ行くタイプやろ。よ？じゃじゃーん。スタバの3000件です。見せて。やったー。何杯飲める？3000件。5杯、5、6杯飲める？うおー。やー。やったー。これめっちゃ嬉しい。嬉しい。それ嬉しいやめっちゃ。なんか見てるこっちが楽しいわ。今までみたいにずっと楽しみしてたもんな。今日ちょっと上るからブンブンでさ楽しみやったもん。早くしたくて。じゃじゃーん。アロエ。アロエ。ミュージヒールのアロエです。ボディクリームやな。嬉しい？嬉しい。ボディクリーム買えようってなってない？なってない。なんでない、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 次に2歳もの、はい、あげてください。せーの、ボン、じゃん。違う これじゃないね、これ袋リップリップ、イエーイ。シャネルのリップです。シャネルです。あとで、まあ学校とかでも使えるように透明のリップにして、かわいい、かわいい、使える。ごめん、ほんまに待って、マリナちょっとキモい顔してる。ちょっと待って、今かわいい、ちょっと悪いに帰った。でも多分フーダも多分子供とかできたらこんなんなんねんね。うれしいな。次それいきますか。せーの、じゃん。じゃん、これ前髪、そう、前髪のやつ、直すやつ、そう、前髪、こうアホ毛みたいな、よ、気にしてるやん前髪、そう、リコで常にクシでだからそれをアホ毛を直すオイルと、うん、こっちがリファの、クシ、うん、クシ、クシ、これもちょっとガサラなるやつ。見たことある、見たことある、かわいい、かわいい、ハートで。そうだから、うん、ヘアやな、ヘア用の。いいやいいやいいや、あ、色っぽ、色っぽ、いいやん、色っぽ。うん、クール学校に持って行けるんやな。そう、まあ、オイルとクシです、ね、はい、次これ、次それ、せーの、そう、じゃーん、コテー、コテー。嬉しい、歯ブラシ巻いたりするので、そう、そのコテが10年から15年前にマミが使ってたのを使ってんのな、ね、今やばくない？家行った時に黄色なってたもん。ちょうどいいやな、ちょうどいいやから、かわいい、おニューやな、おニュー、もうそれ捨て、15年前だったもん。次、次、次、靴下、かわいい。かわいい、かわいい、ディズニーの靴下です。学校で使うやつやな、これも、うん、ワンポイントディズニー、喜んでくれこれね。次行きましょう。チリーン。なんかでもいい順番に開けてくれてる。うん。うん、フーラの想像してる順番通りに開けてってくれてる。この。行きます。はい、どうぞ。せーの。じゃーん。待って、これめっちゃ欲しかったやつ。欲しかったやつ？これ食べたかったのと、うん、これも食べたかったのと、うん、これも食べたかったの。え、めっちゃ嬉しい。パッて見せる。これもこれもこれも、はいはいはい、グミ、ああ、グミです。これも流行ってんの今？あ、そうなんや。これ欲しかった？欲しかった、うん、めちゃめちゃ食べたすぎて、うん、やばかった。はい、じゃあ次は、次行きましょう。
せーの、じゃん。パックと化粧水です。パックとかすんの、リコちゃん。最近する。ちょっとね、あの乾燥肌だと思うから、ルルの乾燥にいいやつ。かわいい。かわいくない？めっちゃかわいい。次は？次どれいきますか？これで。はい、せーので、じゃーん。服かわいい。ナイキ、ナイキや。ちなみにこれ全部ナナミのお揃いやで。なあ、服は買わんかってんな。かわいい、かわいい。着る。見て見て。ナイキのパンツと T シャツ、 T シャツともう一枚、もう一枚T シャツ。似合う、そう、うん、似合いそう。ちょっとスポーツっぽいのが好きやから、うんうん、かわいい、かわいい。はい、次行きましょう。それ行くの、それ行くの。何、せーので、これはマナミがアウトレットでくじで買った時の入れてます。そう、え、やっぱ似合ってるやん、うん、いいやん。次次次、あと2つですね、うん、どっちからか。軽い方から、せーの、イエーイ。めっちゃ嬉しそう。バレーボールのボールと空気入れ、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。これめっちゃ嬉しいんちゃう？今うちの子言ってたけど、誕生日何欲しいって言ってたけど、ボールのボールが欲しいって言ってたからと思ってな。よかったーって。出せ、はい、大きさは合ってますか？合ってる。うん、おー、いいやいいやいいや。おこれめっちゃ嬉しい。バレーはやるな、ピクちゃんはな。いいやん、これから自主練頑張れるやん。せやな、頑張る。家の近くでな。最後、バーン、ナイキ。開けてください。せーの、せーの、ドン。かわいい。これ風欲しがつやん。そう、ナイキです。かわいい、かわいい。これもなんか可愛い。それよりこちゃんが可愛いんだが、普通に。はい、まあこれで終了です。どうですか？嬉しい。はい、まあね、こんな感じでプレゼントは終了です。はい、終了です。はい、まあケーキ食べよっか。ケーキ食べよ、食べましょう。嬉しい。今日も一応バレーバーとバレー付き合いに。うわ、やろ、練習つけ。みんなバレーだよ。ねえ、でもバレーや。やろ。ちょちょっとちょっとやって。ちょっと軽くね、軽くね、軽くね。いくね。はい、どうす。わっわっ。怖い。近すぎて怖い。なんかもうできひんなってるわ。トスとかできひんの。ちょっと広いとかで全然できるって。今度広いとかやりに行こう。広いとかでやりに行こう。バレーボールキーやってたろ。ある他の部分ですよ、おいしくなんで、なんでもやっぱ聞こんでた。子供だけでやる。子供だけで、3人しかおらんやん。子供だけやって、ちょっと今風呂、風呂ちゃん風呂もちゃん風呂もちゃん風呂もちゃん3人しかおらんやんって言ってたけどさ、風呂、違うねん、まなみ、風呂も子供食べようか。はい、どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。おいしい。よかった。どんな気持ち？
今日この祝われ方をされて、もう嬉しすぎて、うん、やばい言葉出てこない感じてた、全然、私こんな祝われ方すると、まあ、思わんちゃ思わんな、まあ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 、こんな風に祝われるのはさっきさ、うん、夢やったみたいな、うん、言ってたやんか、されたかった、え、めっちゃされたかって、うんうん、されへんかなって友達とかに、友達とかにな、でもな、まだめ一番聞いたいのは正直一番嬉しかったプレゼントが、ね、全部話せる一番靴か、うん、待ってバレーボールか待ってガチ悩みやろ昔か、うん、おー全部やんな一番ない言うてんの一番やね、一番違う、出てこへんねんてじゃあさ、じゃあ一番いらんかったプレゼントはもう正直に これなんていうかうんうんって感じだよ、うん、これちょっとなんかなアロエやべ、やべ、やべ、せやな、えぐちゃんのお姉ちゃんは二人おるからね、いやー